テリー土屋の車の話始まりました。はい。土屋さん、今年の冬は寒いですね。春ですよ。もう春になりましたか。またあれですか。はい。あぐりさんと飲んでるんですか。そんなこと言えませんよ。いや、飲んでるんですよ、このとこはね。うん、春はね、まあ、お酒飲みたくなりますもんね。ね、春はね。春はそうですよ。ここから始まってきますから。吉武さん連れてってくださいよ。酒飲むの。私割と、はい。もうね、割とじゃないです。飲んべえなんですよ。九州女ですから。DNA 強いんで。あ、そう。うん、ね、じゃあ行こうよ。もう麻布十番の主今日連れてくるから。よろしくお願いします。今日は何でしょうか。はい、今日はですね、はい、ゲストの方に、まあ、じゃあ早速お呼びしたいと思います。音響監督の美馬さんです。よろしくお願いいたします。もう美馬さんレギュラーですよね。いや、ほぼレギュラー。ありがとうございます。ぜひレギュラーに。アザブ十番のドン。あ、ドンです。ドンだよね。アザブ十番で知らない店ないから。いやいや、そんなことないです。どこ、いつもどこ行ってんの？アザブ十番。アザブ十番？もう。もういい店ばっかり。わあ、すごい。いやいや、あの辺にお住まいなんですか。そうですね。はい、いやいや、ずいぶんいいとこ住んでますね。いやいや、家賃高いですよ。めっちゃ高いですよ。高いです。まあまあ、家賃によってもう買ってるんでしょ。言えません。いやいや、でも、ね、この前ね、土屋さんがいらっしゃらなかった筑波でのサーキットの時に、はい、あの美馬さんがですね、キャンピングカーで来てくれたんですよ、うん、で僕はそれをね、うん、控え室として使わせてもらったんですけども、うん、本当にいいの。リラックスできるし、本当に良かったですよね。ありがとうございます。はい、本当ですからね、あれください。いやいやいや、それとこれとは別ですね。いやだけど本当に、うん、アザブ十番で飯食ったり飲んだりするんだったら、美馬ちゃんに電話してから行った方がいい。本当、いい店ばっかり。じゃあ、後で連絡教えてください。わかりました。ああ、もう本当にね、食べたいですよね。そうですね。なんかあれ辺って、おしゃれすぎて、僕なんか意外となんかね、近づけない感じがするんで。下町って感じだよね。そうですね。うん、あの、高級下町って感じ。ああ、まあそうですよね。焼肉とか多いですよね。多いですね。韓国大使館。そうなんです。いや、もういいです。もうでもあの食べ物の話の番組じゃないんで、これすいません、美馬さんそういう人ではないので。はい、あの美馬さんはですね、あのイニシャル D を手掛け、峠のドリフトにユーロビートのイメージを結びつけた音響監督でいらっしゃいますが、はい、今年はですね、イニシャル D の後継作になります、うん、新作 MF ゴーストにも参加されるということが決定しております。はい、これはどういうあのアニメになるんですか。ちょっと未来の話なんですけども、はい、まあ、すごくリアルなんですけど、ガソリン車がダメになってみんな電気自動車の方に行って、はい、EV ね、はい、であるエリアを、閉鎖してそこだけでガソリンカーのレースをやるという。面白い、はい、実際に近未来でありそうですよね。いや、ありそうです本当に。ちょっと想像すれば、行ける範囲なのでリアル感がすごい増してます。あ、なるほど。いや、だってイニシャル D って大爆発したじゃない、はい、世界中で、うん、でその主人公の藤原拓海、はい、それが大人になるんだよね。あ、そういうこと か、うん、か成長してってるコースさ、はい、そうだよね。まあ、後々分かってくんですけど、 あんまり言うとね。今回も土屋さんどっか監修とか入ってるんですか。いや、僕はあの、やっぱりイニシャル D に思いを込めてるんで、うん、MF ゴーストはもう美馬ちゃんに任せて。あ、そうですか。もうぜひ入っていただきたいんですけど、お忙しいみたいで。ということで、はい、今回は MF ゴーストの話をたくさんしていきたいと思うんですが、はい、あの美馬監督にはゲストをちょっと呼んでいただいているような形になっているんですが、お友達を、はい、さあ、いでよ、おいで、いでよ、いでよ、お仲間たち、はい、しまた、レギュラーのミキさんじゃないですか。じゃあなります。もうミキさんはね、居ついてますよ、この辺で。居ついてこの辺でね、テント張って寝てるような気がするんですよ。キャンピングカーの中で寝てるかもしれない。俺の車だよ、はいはい、ありがとうございます。そして隣は、あ、大阪亮太です。よろしくお願いします。はい、こんにちは。そして、はい、桜井彩音です。よろしくお願いします。桜さんがね、先日もね、はい、出ていただきました。お久しぶりです。ありがとうございます。どうぞどうぞ、お座りください。お願いします。だってミキちゃんは、はい、うん、イニシャル D の主人公藤原拓海ですから。そうか、そう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 、はい、ということは成長していく場合にまだ決まってませんけども、ミキさんがそのまま、いや今悩んでます。え、どういうこと。ね、どういうことですか。え、何、本人をキャスティングですよね。悩んでます。まあ今日次第かな。今日次第、今日次第、今日で決まる。はい、あれ、あら、あら、あ、もしかしたらだよ、うん、じゃあゲームやって実写乗って美馬さんをやっつけたら、うん、もしかしたら仕事が回ってくるってことだよね。えぐいっすね。
逆じゃないですか。だって美馬さんをやっつけないとミキちゃんに仕事回ってこないでしょ、うん、あ、そうね、はい、そうです、ね、まずは俺を超えてみろでしょ。当然ですね。でも超えるとムッとするタイプじゃないですか。腹立ちますね。そうそうそう、はい、そうだよね。どっちみち道がないってことですよ。道がない。どっちみち俺はどうしようもないって話ですね。でもこれ面白いね。そうですね、うん、今回はその美馬さんがその車好き、車好き仲間たちみたいな感じですか。はい、スタジオでこう雑談をしてるときに、はい、意外に車好きなっていうのが出てきてて、ね、なんかみんなで車で何かやろうよっていうのを引き込みたいんですよ。お、大阪さんは好きなの。そうなんですよ、レクサス乗ってるんですよ。あ、そう、はい、大人じゃないですか。最近峠を攻めるんじゃないですけど、うん、なんかいろんなイニシャル D に出てきた峠を全部回りたいなっていう、うん、おお、好きだよ、ね、今3カ所ぐらい。レクサスは何に乗ってるんですか。今 ES2。 ああ、うん、はい、セダンですね。好きだ、うん、好きだよ。さくちゃんは。私はまだ初心者なのでこれから知っていけたらなっていう感じで、この間もいろいろ教えて。まあ、さくちゃんはね、美馬監督の参考 GTR 乗り回してるからね。いやいやいや、その噂話どうなってるんですかね。言ってたよ、だって。美馬さん否定してくださいよ。否定してって。いや、ほら、去年カーブザイヤーでね、さくらがなったじゃないですか、はいはい、そうなるとさくらをさくらさんが乗るっていうのは本当です、ね、なんかかっこいいよね。いや、そっか、いい、うん、いやでもなんか撮影した後に人気すぎて生産一旦中止しますっていうニュースになってて。そうなんだよね、あらって。もしかしてすごく貴重な経験をさせていただいたのでは、うん、と思いました。確かにそうなんですよね、今、はい、日本の車って買いたくても買えない、まず注文も受け付けないっていう異常事態ですよね、うんうん、そうだね。これがあと1年以上ぐらい続くでしょう、ね、これ声優業界っていうのは車好きの方って多いんですか。意外にね、多いんですよ。あ、そう。言えないけどみんな、なんかこだわった変態が多くて、なんでこの車なのっていうぐらい珍しい車乗ってたらいい。そうだよね、はい、それってどの瞬間分かるんですか。やっぱその収録のタイミングで、この車乗ってるのみたいな感じで。たまたまスタジオで仕事してて、僕がちょっとコンビニ行くときに、あれ珍しい車止まってんなっていうのが、うん、みんな言わないんですよ、逆に、うん、言わないんですか。言わないんですよ。いやでもほら、美馬さん車好きだから、まあね、先輩なんで、美馬さんちょっと私こんな車買ったんですけどどうでしょうかっていうような話はないんですか。いや、まあ、この車乗りこなせてんのとかって言われるのも嫌だし、うん、君がこの車っていうのも多分恥ずかしいし、うん、っていうのがあるんでしょうね。なるほどね。だって美馬ちゃんは3号 GTR ニスモ乗ってますからね、うん、ノーマルじゃないんだよ、ニスモって、うん、ノーマルって1000万ぐらいで買える、うん、ね、ニスモって2000万以上だから。あ、すごいな。さっきからお金の話多いんですね、この番組。だけどそのくらいやっぱこだわりを持って。そうなんです。ノーマルの GTR は嫌なんだよね、はい、ニスモなんだよね。ニスモが良かったんです。普通のノーマルの GTR でもすごくいいじゃないですか。いいよ。でさらに、まあ、ニスモはいいって言われてるんですけど、普通の GTR と ニスモの GTR の差が僕は分かんないんですよ。どう違うんですか。ね、ノーマルだと、うん、まあラグジュアリーな感じの今車なんですね、3号 GTR って、はい、でやっぱお金持ちが乗って、普段乗ってしっとりしてて乗り心地がいいな、うん、だけど美馬ちゃんのはニスモってもうレース専用に開発してる、うん、あ、そういうこと。だからもう女の子とか奥さんなんか乗ったら、なんだろうこの乗り心地はみたいな。乗り心地も固めってことですか。固い固いね。でそれってどこでその実力、うん、普通の GTR だって僕乗ったことあるんですけど、すごいじゃないですか。すごいよ。すごいですよね。だけどあれで僕は十分なんですけど。だけどニスモはサーキットを走ると人のために作ってる。どこで走ってるんですか。もう走行会とか富士スピードウェイとか。走行会行ってるんだ、はい、いやもう若い時にサンニー GTR のニスモっていうのが高嶺の花で、うん、若くて買えなくてずっと買いたいと思ってたんですよ。あ、まあそうですよね、はい、で今回もう最後の GTR みたいな空気があったんで、うん、もうこれはローン組んででも買おうと思って、まあ、偉い。さあ今日はですね、 MF ゴーストに出てくる車を、うん、テリーさんと土屋さんと美馬、うん、さんが語りたいということで、うん、あ、いいですね。皆さんもぜひお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします、はい、じゃあまず早速そのいわゆる主人公が乗る車を見ましょうか、うん、まあ、これはもうね、あれですか、もうミキさんあたりが一番買えるんじゃないかと思うんですけど、これ僕が持ってる86の
まあまあ後継車ですね。後継って言われてる車ですけど、うん、結構乗りやすいですよ、ね。そうそうそう。うん、あのだから主人公が乗る車っていうのは昔の86から今の86になってるっていうのもなんか引き継がれている感じがして、なんかすごい乗りやすいのも選ばれてるのかなっていうふうに思いますね。あの主人公はちなみにその藤原拓海ではないんですよ。ではない。ではないんですよね。新たな人がいて、はい、そうだよね。その主人公が乗る車がこれ。そう、86。でそんな中で今僕はキャスティング選考を受けてるってことになるわけですよ。非常に厳しい立場に今置かれてますそうか、じゃあミキちゃんが声優のポジションが回ってくるかどうかはミワちゃんなんだ。そうです。あら、ありがとうございます。今日大事ですね。いや、ミワさんそんなに偉い人だったんだいや、ミワちゃんはもう昔からそうですよ。昔から偉かないですよ。いや、この番組のこの主人公は誰々とか、うん、昔から決めてる。決めれるんですか。いやいや、まあ、一票入れるぐらいです。うわ、そう、一票でもね、はい、だけど飲んだ席で決めてるからね。違う違う、麻布十番で変なこと。麻布十番で。この車はどんな車なんでしょうか。あとはやっぱりこう2リッターの NA で、うん、だからミキちゃんが乗ってる AE86、 それをチューニングしたメーカーの車がこれと思えば、うん、やっぱり AE86 ってノーマルだとこうふにゃ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 してる、うん、それをライトチューニングしていってメーカーがやるとこういう車になりますよっていうライトチューニング、 AE86 をするとこうなるっていう。あのお二人はどうですか。大阪さんはこの車はご存知でしたか。うん、86はでも本当に毎日、うん、もう5台ぐらいは必ずすれ違うぐらいに皆さん乗ってるなっていう感じがしますね。たまにその GR86 の方を見たときはなんか、あ、なんか珍しいものみたいなっていうなったりしますね。 GR86 っていうのは少しあのスポーツバージョン、新型。あ、新しいの。これはそう、これは古いの。あ、なるほど。これは古くて、でこの後出るのこれは2リッターなの。でこの後出るのが今の現行の GR86 2.4リッター。あ、そうか。ってことは今度のアニメで出てくるのはこっちの。そうです、そうです。連載が始まった時はこれが新型だったんで。そうそうそう、はい、そういうことか。なるほどなるほど。じゃあこれはいい車ですよ。さくらさんどうですかこの車。いや、私もなんか車を興味持ち始めてからどんどん車種を覚えていったんですけど、まだなんかぺったんこな車って区別がつきにくくて、でもその中でもやっぱ86とかは名前ももともと聞いたことありましたし、なんかすごく印象的な感じがします、うん、素人目線でも、うん、なんか久しぶりに聞いたぺったんこな車って。そうですね、はい、なかなか聞かないですね。聞かない、最近ね。嬉しいですよね。いや、何も知らない人から見るとぺったんこです。ぺったんこな車。ぺったんこな車。めっちゃ笑ってらっしゃる。さくらさんがぺったんこな車って言った瞬間にスタッフがふふふふって笑ってた。いやいや、みんなそう思ったんだろうな。普通の女の人はほら今ほら SUV が、あ、そうですね、をなんかね、あのなんか基本だと思ってるから、はいはい、こう低い車のことぺったんこ。確かに。だからなんか美馬さんに最初車の種類を教えてもらうときに、あの美馬さんが乗ってる車とかを美馬さんが大きいって言ってて、それは多分あの車幅とか長さの話をしてたんだと思うんですけど、私にはぺったんこにしか見えないからちっちゃいじゃんって思ったりとかしてて、そのあたりのこう意識の差みたいなのはこっちもなんか面白かった。高さしかないんだね、君には。高さしか、なるほど。こっちはなんか測る要素がなくて。曲がりました。はい、曲がりました。オーディション落ちたな。あ、ダメか。メモってる。そうか、さくちゃんは MF ゴーストにはいないか。次の車見てみましょうか。はい。あ、スープラ。スープラ。これは誰が乗ってる車になるんですか。ですね、カナタっていう、さっきの86カナタが乗ってるんですけど、うん、ここにライバルが出てくるんですが、そのライバルが乗ってる車です。いやー、いかにもライバルが乗りそうなね、かっこいい車ですね。カナタって主役だからね、うん、86に乗ってるの、はい、のライバル ね。主人公は2リッター NA、うん、これは3リッターターボ。そうですね、ね、ライバルは。なんかあれですよね、ちょっとこうやって見るとあのダースベイダーみたいな感じしませんね。ダークサイドな感じしますよね。ね、ちょっとそんな感じの、はい、いや、これがぐわーって後ろから追っかけてくるのがちょっとこう不気味で面白いです、ね。うん、大阪さんどうですか、スープラの印象。スープラは僕あのそれこそあのレクサスの ES と、うん、これどっち買うか迷ったんです。あ、そう、迷うか。最初はスープラ欲しかったんですけど、うん、まだスポーツカー自分には早いなと思って、うん、
でセダン、ちょっとレクサスの乗り心地も試してみたかったんで、うん、レクサスにしたんですけど、今でもでもちょっと欲しいですね。欲しいですよね、はい。じゃあ次の車見てみましょうか。はい、はいはい、おー来てた。はい、これはあれじゃないですか、まさに美輪さんじゃないですか。はい、かっこいいですね、やっぱり、うん、かっこいいよね、はい、かっこいいですね。これはその どなたが乗ってる車になるんですか。相葉という、唯一こう日本人ドライバーのもう弾丸ロケットみたいな、うん、根性で走らせてるみたいな男が乗る車なんですけど、かっこいいですね。GTR ってあれじゃないですか、日本じゃないと生まれなかった車ですよ。ああ、そう思う。本当そうですね。いや、本当そう。で、なんか本当なんとかこの、まあ、ラスト、まさにラストサムライじゃないですか、うんうんうん、でもう間もなく全ての車が EV になった時に、うん、一番この車って最後までなんか城にこもって戦ってるような、うんうん、なんか武将の兜みたいな、なんかそういう。すごい分かります。タクちゃんどう、これもぺったんこ。これぺったんこ、でもぺったんこの中でも少しがっしりした感じが印象があって。大きいじゃない。そう、そうですね、うん、なんか他の車ってなんか真ん中に力入れたらパキッていきそうなんですけどなんかこれは大丈夫そうなんで。ビスケットじゃねえ私は運転するならこれ運転したいですね。おお、そしたらですね、今回この今ご紹介した3台なんですけれども、うん、実際に土屋さんに乗っていただくことが可能でして。え、乗ってきたの。そうなんですよ、ご用意してまして。ニスモはあの美馬さんの車ですね。はいはい、なんで美馬さんの許可が必要ですか。大丈夫です。帰り乗って帰っていいんですか。美馬さんの許可が必要。いやもうプレゼントするのかな。プレゼント、違う違う、プレゼントしかない。美馬ちゃんローン組んでるからまだそうなんですよ、まだ払い終わってないんで。あ、まだ払い終わって。あ、じゃあ乗れるんだサーキットで。はい、じゃあ楽しみに行きましょう。あのせっかくサーキットにいるので、はい、土屋さんにちょっと走っていただきたいなと、はい、思っております。タイヤが減らない程度に走らせていただきます。お願いします。よろしくお願いします。はい、車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。